皆さんこんこにちはティーチングプロの坂本隆です本日はゴルフクラブが寝るそれともゴルフクラブを立てるというお話について解説していきたいと思います。でこの寝る立てるというお話はどちらかというとこのクラブが寝てる立ってるっていう問題も大切なのですがそれ以上にゴルフクラブもしくは腕に対して体が回りすぎているこの振り遅れという状態に 関係していますので、その振り遅れがあるかないかで、その立ってても良かったり、寝ているように見えても大丈夫だったりっていう部分があります。ですのでその辺の解説をして、その振り遅れを改善する方法、そして本当のクラブが立っている状態、そして寝ていても立っているような形っていうところを説明していきたいと思います。それではよろしくお願いいたします。構造というのはこのようにヘッドが重たいですので、必ず動かした分より ヘッドで動かすとヘッドは動きすぎてしまいますし手元側を動かせばヘッドは残るという重さの性質がありますですのでヘッドを動かせば動かした分だけすごく勢いがついて前に出てきてしまいますし手を動かせば動かした分だけ少し遅れが出ますので残るという性質がありますでこの手元を動かして残った分斜めに見えて寝ているような形になることはヘッドが遅れているだけですのでこれは構いませんただ このように体を回して、腕が遅れることによってクラブが傾いたような状態になるのが、これが悪い、寝ているということになります。ですので、クラブが斜めになっていても、ヘッドがグリップを動かしただけで遅れている分は、逆に言えば OK ということになります。ですので、自分でクラブ自体を傾けたり、体を回して傾けたりするような動作は、腕が遅れるという症状を生んでしまいますので、それは間違った、 寝ていいるととうことになりますですので私の考えだとやはりゴルフクラブを立てておいて自然にグリップを動かしていくことによってヘッドが遅れるそうすると手とグリップの差ができますので結果的に斜めになっているようにいわゆる寝ているように見えるということが正しいのではないかと思います。で見分け方なのですがこれはちょっと横だったり後ろだったりっていう見栄えで 変わってしまいまいすので難しい部分なのですがこのように後ろから見て体の幅の中にヘッドが入ってくるような形これは7倍案なのですが真ん中ぐらいのクラブで体の中をヘッドが通過していくようなクラブの折り方をしていれば体の幅の中にクラブと手が収まっていますのでこれは正解ということになります。間違いはこののようにクラブヘッドがかかなり大きく体の幅から はみ出しているような使い方をしていくと腕やクラブというのはかなり体の進行に対して遅れているような状態になりますので簡単な見分け方としてはクラブヘッドが体の中を通っていくようなスイングができているかもしくは体の外側にヘッドが飛び出てスイングをしてしまっているかこれを見分けていただければ立っている寝ているっていう状況が把握できるかと思います。でですので クラブが斜めに見えていてもしっかりと体の幅の中を通過していればクラブは立っているという考え方で考えていただければ良いと思います。それでは今度その横向きになっているかどうかの確認方法です。まずはこのように剣道の面を打つような形で体の前に面をしてみてください。でその面をするときにゴルフスイングというのはこちら側に打つ動作ですのでそのまま反対に面を 打つような形の動作を繰り返してみてくださいこのように面を繰り返して向きを変えていくと分かるのですが体だけが進行が早かったり手首の向きを変えたりするとこのようにクラブが体の幅から出てねじれたような状態の一瞬の動きが生まれてしまいますこのようになる動作がいわゆる寝ているという状態ですですので 体の幅の中で向きを変えながらしっかりとこのように交互に面を打つような動作をまずしてみましょうそして自分のグリップに変えて同じように重さがある状態でまたやっていただくと分かるのですが重さがある分なかなかコントロールしづらいですのでそのヘッドが遅れないような状態このように体だけが速くなると ヘッドが重いので遅れて腕も遅れてしまうという症状になりますのでその辺をまず感覚でつかんでいただく素振りで体と腕のの動かし方いを覚えてみてみくださいで次にそれができましたら今度はゴルフスイングは普通に下の方をこのように振っていかなくてはなりませんので今度は同じようにその腕と体の間合いが合ってきたところからそのまま 同じようにスイングを上から振ってタイミングを合わせていきましょうそうすることでこのようにクラブを横に振ってしまうような動作が入ると必ずスイングができなくなって中途半端なフィニッシュになってしまいますですので担いだところから腕の重みとクラブの重みと一緒に体の向きを連続して変えていただくことによってクラブが 振り遅れて寝るっていう状況を回避することができますし、これをすることによって、今まで少しクラブが寝ていた人は、自分が寝てクラブの重みがダウンスイングとは違う方向にかかってしまっているっていうことが感じ取れると思います。それでは実際にボールを打ってみましょう。ボールも打つ場合も、その同じ腕が下がったタイミングに体が一緒に回っていくような形で打てるように、 打ちながら確認ししていきましょうでその時の重要なポイントはこのように先ほど面で下ろしているような形をとりますがその後はもう下半身に依存してひたすらヘッドは逆に言えば置いてけぼりもう取り残してしまっても構いませんのでひたすら回転で打つように心がけてみてください。大体の振り遅れの人は最初に寝るという動作が発生しますのでそれを取り戻しに行く時間を自分で作って 手手を使っっててししまままういいわゆる手打ちになってしまいますですのででの先ほどのこの面はちょうど腰の位置まで下ろしているような状況になりますのでもうその動作の意識のままあとは足だけを流していくような形で右足を回すもしくはまあ左足でも構いませんが下半身を動かしていくっていうところを注意しながら打ってみましょう。降りてきたらそのまま下半身を回していく。そうすることで このように振り遅れて寝てしまうっていう症状を回避してしっかりと重力だったり重さの流れに沿った逆に言えば重力感のない楽なダウンスイングができてそのまま回転へとつながりますのですのでまとめると寝るというのはこの角度の問題ではなくていかにこの体の幅の中にクラブを収めたままスイングを完結するか。 とといいいいうう意識が、が、ま、寝、あ、寝てる寝てないにつながってるなにっますというお話ですで。振り遅れというのがありますのでゴルフクラブのヘッドが重いためにクラブヘッドは残るのが正しいのですがそれ以外のもの腕だったりシャフトだったりが残りすぎてしまうとそれがスイングのタイミングの不具合が生じやすい状況になってしまいますのでそれを注意してくださいというお話でした。それでドリルとしてはまず最初面のような形で向きを何度も変えて腕と体の間合いを合わせていきましょう。 間を合わせていきましょうで、そしてそれを普通のゴルフスイングの中で合わせていってタイミングが取れるようになってきたら実際打撃を行ってくださいというお話でした皆さんいかがでしたでしょうかやはりゴルフクラブの見た目の寝ている立っているっていうのはなかなか画像で見たり動画で見たりして判別するのは難しい部分だと思いますですので今回のお話としては クラブがまあ、7番アイアン8番やイアンぐらいのクラブでまず目標としては体の中にしっかりとヘッドが通っているようなスイングになっているかっていうところをまず着目してみてくださいそうすることで自分が寝ているスイングなのかそれとも立っているスイングなのかっていうところが判別できると思います大体の人は体が速すぎたりするとヘッドがすごく体から遠い場所に移ったら。 映像になっていると思いますのでその辺を確認していただければ修正のポイントもはっきりしてくるのではないかと思いますこのチャンネルではこのようにゴルフに関する情報を配信しています主にアマチュアの方に向けた体に優しい無駄のないスイングを提案していますもしよろしければチャンネル登録よろしくお願いいたします今月から新刊のゴルフレッスンプラスというのに自分の漫画が載っていますのでぜひ見ていただければ幸いです 無理なくくアップすす。る新常識といいう自分の方が販売していますもししてててまもよろしければ手に取ってみてくださいゴルフ用品会さんの月刊誌にも毎月登場していますのでもしよろしければ目に通してみてください。夕刊富士山にも毎週載っていますのでぜひ目を通してみてください。まあ、寝る寝ないっていうところは賛否両論ありますが、まあ、自分はどっちかというと、まあ、ゴルフクラブというのは重たいので倒れてしまうっていう状況の方が多いと思います。 私は感じていますでアマチュアの方によく言われる、まあ、今寝かしてシャロースイングっていうようなお話があるのですがアマチュアの方のスイングというのは一般的にこのようにヘッドが前に出てしまうそれを後ろに残して少しシャフトを後ろに倒していくような動きをしていくと強制されるという意味で、まあ、今現在寝るっていうような動きが流行っているんだと思います。ですが寝てしまうのも ヘッドをこのように前に出してしまうのも、体と腕のタイミングが合っていないことによって遅れるから前に出す。もしくは遅れたら遅れっぱなしっていうようなアマチュアの方のミスが、まあ自分は一番の原因だと思っています。ですので修正しなくてはならないのが、その寝る寝ないっていう問題よりも、まずはその体と腕が合った振り遅れないっていう状態をまず知っていただくことが大切ではないかと思います。ですのでまず寝る寝ないの問題ではなくて しっかりと体の前でクラブを支えてクラブと自分の体の向きが合っているのかっていうところから確認していただくでそ,そこからこのヘッドが出ているのか出ていないかっていうところを確認していただければある程度体に近いところでゴルフクラブを動かすことができますので体に負荷がなくてスムーズに動きやすい状態が整ってくるのではないかと思います。それでは本日もありがとうございました。